まあ、世界一になってやっぱ自分自身成長して帰ってきたいと思ってるんで、自分のアピールポイントであるスピードっていうところを、まあ、しっかりと自分の仕事をやっていければ、まあ、日本の力になれるかなと思うので。ボールでかいんで、日本のボールより。ちょっと握り変えて、そうですね、はい、ちょっと自分の中で今、はい、しっくりきてます。あ、マジですか？余韻に浸ってますよ、怖くなってやっぱゾーンに強いボールに投げれる回数っていうのも増えてきてますし、自分の中ではすごいフォークは感覚よく投げれてるんで、いい感じで入れるんじゃないかなと。キャンプ序盤からしっかり自分の中で計画持って、まあ、やれてましたし、少しずつですけど状態も上がってきてると思うんで、WBC の本戦からシーズンにかけてピークで持っていけるように調整してますし、まっすぐも変化球ももっと感覚よく投げれるように頑張りたいなと。もう阪神のキャンプは阪神のキャンプっていうふうに自分の中で分けてはいたので、まあ、そこのショートのことに関してっていうのは全く考えてなくて、とにかくセカンドを覚えることに必死だったので。いかに力を抜いて守備ができるかってことなんですけど、抜いた状態だったら腕のこのしなりも効くし、どうしようか固まると腕もこうしならないというか、投げる時もしなりが使えないままなっちゃうから、まあ、守備はもう極力よくなんか力を抜いてってことは言われましたから。彼は本当に今半分もありますから、これから緊迫した場面で投入しなければいけない選手だと思うので、はい、満足のいくスチールではなかったですけど、蛇行してたというか、まっすぐいかなかったんで、まあ、ちょっとそこはやっぱり力んだ時にどうしてもこう内側に入ってしまっていくことがあるんで、まあ、力まずまっすぐスタート切るってことだけ意識して、守備だったりスピードだったり、まあ、そういうところを求められていると思うので、今任された場面で、まあ、自分の仕事をするだけだと思っているので、まあ、そこは、はい、守備とスピードをしっかり練習したいと思います。助かるな、助かるな、めっちゃ見てるで、まあ、クソ応援しとるから頑張る。あ、頑張ってこいな、はい。1週間ありがとうございました。世界一取って戻ってこれるように頑張ります。おいおい、おはようございます。1週間ありがとうございました。とてもいいキャンプを過ごすことができました。明日から、ジャパンの方に行ってまたしっかりと練習して、上手くなって帰ってきたいと思います。世界一取って帰ってくるので応援よろしくお願いします。はい、じゃあ、長谷選手、頑張ってください。ありがとうございました。です。また、またいつか。はい、またいつか。皆さん、どうしよう。頑張ってください。ありがとうございます。